現在住んでいる高野駅周辺地区の再開発、そこに新しく入ってくる人たちと、それまで住んでいた人たちを結びつける書店になっています。小岩に来い来い、小岩に行こっと、その両方を合わせて来いっとという名前になっています。2021年の1月30日にできました。普段はドトールコーヒーさんとしてカフェとして皆さんに使っていただいております。それとコアワーキングのスペースとしてレンタルシートで専用に使うことができます。それと途中から壁を開いてレンタルスペースとして貸し切りでイベントとしてご利用いただくことができます。コイットテラスは街と人、人と人とをつなぎ合わせて小岩全体を盛り上げていく施設です。ぜひご利用ください。